高校生になったゆっくり霊夢だよ。今日も難しい宿題が出ちゃったよ。何言っているのか全くわからないよ。こういう時はクラスメイトの立花ちゃんに教えてもらおう。立花ちゃん、立花ちゃん、小春立花だよ。高校2年生だよ。立花ちゃん、この問題がわからないんだけど。うん、ゆっくり教えるよ。サンクス。まず絶対値記号の中の x(x-a) が何を意味しているのか考えるよ。 x(x-a)=0 と置くと x=0、a が解となるよね。なるね。つまり x(x-a) は x=0a で x 軸と交わる放物線であることがわかるよ。実数解が2つある上に開いた2次関数だね。ただし今回の問題では絶対値記号がついているよね。 x(x-a) の左右にある縦棒だね。絶対値は必ず0以上だよね。うん、そうだったと思う。なのでグラフにするとこんな感じになるよ。 x 軸より下には絶対に行かないんだね。 y=x(x-a) で y が負になる部分を折り返したような形だよね。これを積分するよ。顔の丸い人が好きな女の子のタイプは積分する女の子って言ってたよ。積分区間が0から1までだから、グラフで言えば x=0、x=1、y=z=1 の x=x-a、x 軸で囲まれた部分の面積を求めるのと同じだよ。グラフで考えた方がわかりやすそうかも。ただし、a の範囲によって3つに場合分けする必要があるよ。めんどくさいよ。場合によって面積の出し方が変わるから、めんどくさくても場合分けしないとね。まずは a が0未満の場合だよ。 a が負の時、つまり原点より左にある時だね。この色を塗ったところの面積が今回求めたい面積だよ。丘の下。次に0小なりイコール a 小なりイコール1の場合だよ。 a が0と1の間に来てるから、さっきより少し複雑な形だね。後でやるけど、この場合は積分区間を区切らないといけないよ。式が長くなりそう。最後は1小なり a の場合だよ。 a が1より右に来てるね。今示した3つの場合において、それぞれの最小値、つまり色を塗ったところの最小面積を導くんだよ。それらを比べて一番小さい値が関数 f(a=0 から1までの絶対値 x=a/dx の最小値となるよ。ちなみに乃木坂で一番身長が小さいのは葉月だよ。各場合を具体的に見ていくね。場合 1a 小なり0の時、この色を塗ったところは0から1までの x=a の積分で求められるよ。絶対値記号をそのまま外して0から1で定積分すればいいんだね。そうだよ。計算ミスにさえ気をつければ大丈夫かな。計算できたよ。面積が出たね。なんか数字だけじゃなくて a が入ってるんだけど、いいのかな。つまり a の関数になっているってことだよ。 a の値によって面積の大きさも変わるってことだよ。一つに定まらないんだね。面積は a によって変わるけど、最小面積は一つの値に定まるよ。この関数を g、a として横軸を e、縦軸を g、a のグラフで表してみるよ。中学校でやった一次関数だね。この直線が場合1の面積を表しているよ。霊夢ちゃん、この中で最小値はどこかわかるかな。どんどん右に下がってるグラフだから、定義域がなければ無限に小さな値になると思うけど、確か定義域があったよね。そう、今回は a 小なり0の時だけ考えるよ。そうしたら a が0の時、つまり y 軸と直線が交わっているところかな。 y 切片の3分の1が最小なのかな。だいたいそれでいいと思うよ。細かいことを言うと a 小なり0は a=0 を含まないから、3分の1より少しだけ大きな値になるよ。だいたい 0.33 くらいか。次は a が0以上1未満の場合を見ていくよ。0から a までと a から1まででグラフの形が違うよね。0から a までは y=x=a、 a から1までは y=x=a の形だね。
絶対値記号のせいか。そういうことだね。積分区間を A で区切ってそれぞれの積分結果を足した。こんな式で面積を求めるよ。長いよ。頑張って計算してね。機械にやらせたい。頑張って計算してね。できたよ。そうしたら場合1の時と同じくこの関数を G、A として G、A の取り得る最小値を求めていくよ。でも今回は3次関数だから簡単にグラフが書けないよ。3次関数のグラフを書くには微分を利用すればいいよ。微分すれば極小値と極大値がわかるからそれでグラフが書けるよ。今度は微分か。微分したらその関数 G'A を左辺0右辺とする方程式を立てるよ。ブラジャー。この方程式の解が極値になるよ。計算できたよ。プラマイ2分のルート2かな。そうそう、グラフはこんな感じになるよね。横軸が A、縦軸が G、A だよ。今回も定義域が決まってたよね。うん、0以上1以下だね。この範囲で最小となるのはどこかわかるかな。このへこんでいるところかな。極小値のところ。正解だよ。つまり A イコール2分のルート2の時の G、A の値だね。GA はまた計算しなきゃだよね。そうだよ。 G、A の A のところに2分のルート2を代入するんだよ。他の下、計算ミスに気をつけてね。できた。これでいいのかな。バッチリだよ。ルート2は 1.4 くらいだからだいたい 0.1 くらいでいいのかな。最後に答えを書くときは正確な値を書くけど、場合分けしたときの3つの最小値を比較するときは大体の方が比較しやすいよね。それじゃ最後のパターンを見ていくよ。 A が1より大きい場合だよ。さっきよりは計算量が少なそうだね。うーん、符号に気をつければ大丈夫かな。上に凸の y イコール -x タッポ x-a を積分するよ。積分する。カキカキ。積分できた。また関数になってるからグラフで考えたらいいのかな。その通りだよ。右上がりの1次関数だね。最小値はどこかな。1小なり a だから a イコール1の時の ga の値かな。だいたいそれでいいの。場合1の時にも言ったように厳密には1小なり a は a イコール1を含まないんだけどね。 g1 を計算すると6分の1になったよ。小数にすると 0.17 くらいかな。3つの場合、すべての最小値が出たね。長かったよ。これを比べるんだよね。大体の数で比べるといいよ。場合2の時が一番小さいね。うん、つまり場合2の時の最小値が FX 全体の最小値なんだよ。ってことは答えは A イコール2分のルート2で最小値は6分の2引くルート2でいいのかな。正解だよ、レイムちゃん。よく頑張ったね。少し難しかったけど、なんとかなったよ。リッカちゃん、教えてくれてありがとう。どういたしましてだよ。それじゃあ、皆さん、バイバイキーン。バイバイだよ。